練習を行いました。本日が西小オーケストラ部の OB や OG 関係者が時空を超え一緒に演奏する1日限りの150周年オーケストラ部の大合奏です。それではどうぞお聴きください。はじめにお届けしますのは西脇小学校の校歌です。指揮は横山文和先生です。よろしくお願いします。120年の大スーパーオーケストラです。よろしくお願いします。1曲目に演奏されるのは西脇小学校の校歌です。ここで僕も10年と3年13年間校歌を演奏してきて、みんなで一緒に歌いました。初めの節目のそういう日には必ず校歌を歌いました。皆さん今日歌いません？このスーパーオーケストラを歌って歌詞はね、あそこにあるんです。過去の流れに追い育ちつつ妻の春がきその昔より、火事の音を耐えて片折り待ちに、今の世界を我が父母は意欲のほとりこの学びやね。これが1番。2番、高の山並み日は輝かに、明日夕べを皆ひそしみて、歴史を訪ね暮らし楽しみ、心を養い我が花からは意を仰ぐこの花びらに。なんかこの子供時代に戻ってきますか？一番最初のね、このシンバル、あの音でいっぺんに皆さん戻りますよ。じゃあ一緒にやりましょう。
次の曲はエルガンという作曲家が作ったワンダウンとサーカムスタンス。なんか英語で言うと難しそうですけども、これは異風堂々、日本語で言うと異風堂々という曲です。一番有名なものだと、
とうございました。皆様改めましてこんにちは。先ほどね、オーケストラ部の歴史についてお話ししていただいたんですけども、オーケストラコンサートを、始めることに携わらせていただけたということがありまして、今回お声掛けいただいたということです。大変嬉しく思っています。今見ていただいているのも本当にこの大人数でこれだけのことができるっていう、そしてそこにまた自分が居合わすことができるっていう喜びで、まさか多分ここにいる子どもたち、大人もそうだし、皆さん同じような気持ちでいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。で、次の曲なんですけど、先ほど紹介ありました披露の曲なんですね。で、先ほどの横山大先生の上手に弾くこともできないし、どうしたもんかなと思って、とりあえず俳優渋谷で来てみました。披露のね、沖縄の方たちで、そこだけでもちょっとやっちゃおうと、はい、という感じで、演奏させていただきたいと思います。どうぞ、できたらと思う、沖縄の爽やかな風を感じつつ、ベストフレンドという曲です。
最後に150周年記念事業実行委員長飛田様より改めてご挨拶お願いします。皆さんいかがでしたでしょうか。すごいですよね。本当にありがとうございます。8月に2回ですね、 OB OG の方とオーケストラ部の子どもたちとで練習はしてるんですね。ただ今日初めて西中の吹奏楽部と市民オーケストラの方とあとはスピーチの皆さんですが一緒にやってるんですけど、もう鳥肌が立ちました。すごい音が、ね、合ってるというか、ね、勢いもあるし、音もあって気持ちよくて、本当にいい機会をいただいて、本当にありがとうございます。もう一度拍手をお願いいたします。はい、またですね、こういった150周年とか、周年記念ですね、何か一回、やらなきゃいけないからやるのではなくて、やりたい人ができることをやっていくということで、今日に至ってます。ただ結構今日ね、高瀬五郎さんからの東の方にも企画者で入ってるんですけれども、相当無理をしてやってたんじゃないかなというふうに思います。まあ、でもですね、企画した人だけじゃなくて、やはり今日は皆さんが一緒に楽しもうっていう思いがあって、ね、頼っていただいたからこんなに素晴らしい場ができたのかなというふうに思います。でまたですね、こういった機会があれば、私は今回150周年たまたまこういった機会がいただけたんですけれども、多分155とか160とか節目の時にですね、この中のどの方がまたこういうことをやっていただけるのかなというふうに、楽しみにしながらですね、また今日のこの素晴らしい思い出を糧に、頑張ってくれるかなというふうに思っております。はい、皆さん何か感想を言いたい方いらっしゃいませんか。アンコール、アンコール、もしかしてこう、こう考えたかったけどちょっと一回そびれたっていう方いらっしゃいません。はい、もしいらっしゃるんですけど、皆さん大丈夫ですか。効果歌いますか。はい、あとですね、今日ちょっと一つお伺いするのが、特に来賓という方多めでなんです。実は何でかというと、例えば館山市長もこっそりいるとか、いろんな方、有名な前の校長先生とかいろいろいらっしゃるんですけれども、今回のコンセプトはみんなが当事者で楽しく、この場を楽しんでもらいたいということで催しました。ですから例えば経団連の徳良会長にもお声掛けしましたけれども、コンセプトをお伝えしてですね、で、今日は残念ながら来られてないんですけども、やはり昭和30年代の西脇小学校で過ごされたという思い出をこの機会に思い出してよかったということでお手紙をいただきましたし、そういった皆さんが本当に思い出して、子どもの頃にちょっと帰っていただければなという思いで、しておりますので、そういった意味ではちょっと来年の方にお伺いしという形でお伺いしたいということをお寄せいただければなと思います。じゃあ皆さんの効果斉唱しましょうか。よろしいですか。では本当に最後です。皆さん心のなく効果を歌いましょう。演奏は、1.5cm シンフォニーの皆さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。
皆さん最後の最後のアンコールありがとうございました。はい、では以上に続きますけど、今日は一言、はい、ちょっと参上者泣きそうだということを言いたいですね。はい、本日、司会をさせていただきました高瀬五郎です。本当に本日は皆様お暑い中このように集まっていただいて本当にありがとうございました。西脇小学校オーケストラ部の皆さん、本当に今日西脇オーケストラ部に来てくれて本当にありがとうございました。皆さんが来たからこのようにたくさんの人が集まりました。先生も本当にありがとうございました。この150周年を考えていく中で西脇小学校と負けない長い歴史を持つ器楽部オーケストラ部になんとか引き上げたいなと思ってこのような会を企画させていただきました。でエントリーしていただいた人が嬉しかったというのはですね、エントリーをしていただいた人がお友達を誘ってくださった、この活動ができた、このつながりっていうのは